はい、どうも皆様こんにちは、グリードです。コールオブデューティーモダンオフェア3のキャンペーンモードをねクリアしてまいりました。去年動画でも出したモダン2の正式な続編ということで、まあ相変わらずも実写みたいなねグラフィックと銃声と、まあ安定のクオリティで、まあ映画を見てるようなね、キャンペーンモードでしたね。今作の感想としましては、いや、この世界情勢の中よくこの脚本で発売できたなっていう風に思いました。今までの COD のキャンペーンでもこう世界的なミームになったノーロシアンとか、かなりこう攻めた、残虐性の強い描写っていうのはねたくさんあったんですけど、今作もそれに負けないぐらいの、残虐な鬱展開なね描写がかなりありました。まあ、個人的に今作の方が一番こううわ心にこうグッとくるというか、うわ鬱な展開だったなっていうふうに思います。今日はね、僕がこのキャンペーン中で一番衝撃を受けたミッションを一つ紹介したいと思います。まあ、本編すべてねストーリーを見たい方はご自身でプレイしてみたりとか、まあフル動画もね配信過去録画として残してあるので、まあそちらをご覧ください。まず今作のねキャンペーンの始まりは、凶悪なロシアのテロ犯マカロフが脱獄するところから始まります。今のモダンシリーズは、まあいわゆるリブート版で、まあ旧作のモダンシリーズがあるんですけど、まあそちらでもこのねロシアのマカロフっていうのがね、まあ最終的なラスボスになってくるんですよね。旧作と変わらず、ロシアをね、敵として書くっていうね、まあ日本人の感覚だったらね、今の世界情勢でこんな脚本出せないですよね。そんなマカロフが率いるロシア軍の PMC コンニが、飛行機をねハイジャックするシーンをねちょっと紹介します。このミッションでのプレイヤーの操作キャラは、ロシアと戦っていた ULF の兵士サマラですね。突然隣の乗客から声をかけられます。一人家族の名前を当てていきます。はい、この男にはねサマラの正体がバレていました。乗客の正体はマカロフの仲間で、今まさにハイジャックをしようとしているところでした。ちなみにこの銃はね、おそらく 3D プリンターでね作った銃で、パーツをね個別にして持ち込んだような描写があります。さあテイクダウンでサマラハイジャック犯をぶん殴って、しかし銃を持っているので保安官から完全に、ハイジャック犯と勘違いされてしまいます。それと同時に奥からハイジャック犯コンニーのメンバーたちがね、突入してきました。ここで迎撃しますが、迎撃しなくてもしても、結末はね変わりません。ちょっと保安官撃ち殺しちゃったけど、まあまあまあ。サマラが連れて行かれた先にはいました、マカロフです。マカロフはサマラに、自爆装置を今つけてます。
This plane is full of Russians. How could you kill your own people? No, I'm not killing them. You are. Мені ж 8000 футов, командир. Лео, розвідстання сама. We can stop this! Are you a terrorist? No! You look like one. Go get it. 爆弾の解除装置であるスマートフォンを投げられてしまいました。残り時間は20秒と少ししかありません。急いで取りに行かないといけない。しかし他の乗客からしたら、サマラは完全に自爆テロ犯です。このテロにより乗客133名、乗員9名が死亡という最悪の結末になってしまいました。いや、これをね、配信で初見でプレイした時は、もう、いや、絶句でしたね。え、20秒しかないの、もう。やばい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 。違うんです。違うんです。ちょ、携帯、携帯、携帯。携帯、携帯。やばい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 。いや、この描き方は何でしょう。まあ旧作のモダン2のあのノーロシアンっていうあのマカロフが空港でね、あの一般市民たちをね虐殺するっていうシーンがあるんですけど、なんかそれとは違ったベクトルのこう残酷さ。サマラは完全に冤罪ですし、しかもその乗客からしてみたらサマラがテロ犯なんですよね。あの爆弾をつけて完全に自爆テロをしようとしてるっていう。いやー、この脚本考えた人鬼畜すぎるでしょ、本当に。この COD のモダンオフェアシリーズっていうのは、まあ、リアルなグラフィックだったりね、銃のモデリングだったり、本格的な戦争 FPS としてね、まあ評価が高いんですけど、そこだけじゃなくて戦争のこう、汚い部分、ダークな部分っていうのもすごくリアルに描くんですよね。こりゃ R18 だわっていうふうに思いました、改めて。皆さんもぜひ、あの、リアルな戦争映画をプレイするような感覚でぜひ、この COD シリーズプレイしてみてください。はい、というわけで今回はね、モダンオフェア3のある一つのミッションをご紹介しました。他にもね、まあ爽快感のあるシーンだったり、かなりショッキングなシーンもあり、まあそちらご自身でね、見てみてください。それではお疲れ様でした。